everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウ名古屋お送りいたします。今日はですね、重要なことがねありましたよね。非常事態宣言出ましたので、今日はね、滑り王子マスクマンもね、正真正銘のね、マスクマンでございます。おー。いやーもう、このウイルスのことでね、とっても仕事に影響が出ています。味噌煮込みスキーと。仕事、めちゃくちゃ影響出ておりまして、もしかしたら、テレワークやるかもしれないダンサーズでございます。はい、以上の3人でお届けします。はい。はい、今週のテーマは、テレメールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、リスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州、沖縄から FM ギノワンを選択してください。今日は、名古屋は栄養コーナーがあります。このコーナーでは、今週はテレビのテーマで、ちょっとフリートークをしたいと思います。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ、絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、陸上・海上輸送一貫サポート、東海共和、こちらの提供でお送りいたします。今日はですね、今日ね、3人ともね、はい、はい、マスクをしていますので。そうなんですよ、はい。ちょっとね、もしかしたらね、お聞きづらいかなしれないですけどね、もうこのご時世ですので、やはりね、マスクは必需品かなということで。そうなんです。はい。ツイキャスで浦添のしんちゃんさんが、マスクマンがマスクしてるって。そうだよ、うん、今日はね、素顔マンじゃなってないからね。マスクマンですよ。正真正銘マスクマンですよ。はい。ですね、はい、先週のですね、ちょっと読めなかった分のですね、はい、トニモン団長さんからね、仕事のテーマで来てますので、はい、はい、お願いします。こんばんは。私は5年前から、喋り業を休業中止、弁当配達のドライバーをしています。主に名古屋港沿いをいつも配達していますが、一軒に20食以上の注文をする企業へ納品するときは、かなり腰に行きます。笑いって言ってますね。笑。結構重たいんですかね。そうなんですよね。気をつけてくださいね。腰は大変、うん。それはね、本当に大事ですよ。いろいろとね。いろいろと。いろいろと。はい。はい。じゃあ、今週のテーマでいきたいと思います。はい、卵屋さんからです。ありがとうございます。マスクマンさん、味噌煮込みスキーさん、名古屋のダンサーズさん、ハイサイ。ハイサイじゃないね。ハイタイだね。ハイタイ。はい。今週、今月もよろしくお願いします。緊急事態宣言、名古屋飛ばしに会いました。笑い。いや、笑えない。喜んでよいのかな？さて、テレビの、すいません。さて、テーマのテレビですが、私はバラエティが好きで、旦那はドラマ、特にサスペンスが好きで、よくチャンネル争いになります。サスペンスは人が殺されるから嫌いです。
そんな私も旦那も絶対見るのは NHK の大河ドラマです。大河ドラマ、安土桃山時代が好きで、明智光秀、なかなか面白いです。明智光秀役の長谷川博己さんがかっこいいですね。明智光秀のこれからを楽しみにしています。画像は明智家の家紋。長谷川博己さんは右から3番目の水色の着物ということで。はい。見えるかな？ちょっと小さいかな。小さいな。はい。でもね、かっこいいのよ。ほらほら。ああ、ね、かっこいいですね。はい、そしてこれが家紋でーす。長谷川さんって、あの、家政婦の見た、見てるな。ああ、そうか、そうか、ね。うん。お父さんですね。はい、お父さんのですよね。さすがみんな詳しいね。はいはいはい、どうぞ。はい、続いてですね、泉佐野特急サナさんです、ね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。旅行に行ったとき、楽しみなのは、やっぱりテレビですね。特に CM が楽しみで、その地方に行かないと、見れない CM を見るのが楽しみです。今週沖縄のテレビを見ると思いましたが、コロナウイルスのこともあり、沖縄行きをキャンセルしました。早く就職してほしいな、ってことです。そうですよね。はい、まあ、どちらにしても全国的に、ね、まあ、世界的ですけどもね、早くね、これが、ね、収束してほしいなと思いますね。ですね。はい、ツイキャスで、泉さんの特急サザンさん、こんばんはって来てます。こんばんは。おっぱいは才能、くびれは努力さん、覗きに来たーって。いやー、覗かれちゃった。ひろっちさん。こんばんは。こんばんは。で、浦添のしんちゃんさん、こんばんは。今帰宅して、聞いて、いや、見てるよ。あ、ツイキャスでってことですね。ありがとうございます。小勝からもちさん、こんばんは。新たに一人の感染者が出た青森からツイキャス見てます。ということで、やっぱりちょっと全国的に心配ですよね。そうですね。もう、はい、増えてますもんね。で、おっぱいは才能くびれや努力さんはね、テレビは見ないですね。普段からラジオ中心の生活なので、ということで。ああ、でも自分もそんな感じかな。あんまりテレビ。テレビはもう、うん、あまり見ないですね。ね。で、ひろっちさんが、緊急事態宣言は名古屋飛ばしにされてびっくりです。全国で5番目に感染者が多いのにって。そうなんですよね。ね、ちょっと愛知いいのかな、ちょっと気にはなりますよね。なりますね。ね、本当にいつどこでなるかわからないですから ね。気をつけないとね。なかなかね、気をつけててもね、今の状態だと難しいのかなっていうこともありますけどね。うん。小勝からもちさん、マスクマンが3人いるって。はい。でしょね。はい。マスクマンだらけだ。マスクマンだらけ。そうだね。滑らないようにいたします。はい。マスクマンだけで滑りも伝染したら困るね。困りますね。小勝からもちさんが、テレビはもちろん見ます。ただ大半はパソコンですね。ということで、そうですよね。今はもういろいろね、いろんな媒体があるので。うん。うん、で、泉佐野の特急佐野さん、地方のテレビ番組が好きって。そうですよね。だから先ほどのね、あの特急さんも、さんもそうでしたけどもね、この CM なんか面白いですもんね、いろいろ、ね。あ、地方 CM 結構面白いですよね。方言なんかもね、交えてね、ねやってますもんね。ねじゃあ、はい、メールいきますか、はい、じゃあお願いします。はい。鶴ヶ島のね、カーズお兄さんからですね。はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。最近はテレビを見ることが少なくなった。なっていますね。でも好きな番組は必ず録画して見ていますよ。僕の好き大好きな番組はテレビ埼玉ローカルのいろはに千鳥です。はあ、こういう番組があるんですね。埼玉県のあらゆるところでロケをして埼玉の良さを面白おかしく進めている番組です。知ってる人はいるのかな。あとは、出川哲郎の充電させてもらえますかとか。ああ、面白いですね。バナナマンの、はい、せっかくグルメなどの番組が好きですね。その埼玉のね、埼玉のローカルの、いろはに千鳥ですね。見てみたいですね。はい、見てみたいですね、はい。見れないですよね、多分名古屋とか。また、はい、埼玉にゆかりのあるタレントさんがやってらっしゃるんですかね。うん、こういう番組結構ね、その地方にゆかりのある方がね、やってたりしますよね。残念ながら沖縄では いずれも、リアルタイムで放送してないものじゃないですかね。あ、充電の方もしかしたらしてるかもしれないですね。うんうん、はい。はい。じゃあメールいきます。はい。キユ名古屋の皆さんこんばんは。読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。今週のテーマテレビ。私は現在子供の頃に比べテレビにかじりついて見ることがなくなったなぁと感じます。それはなぜかというと、1、
録画機能が発達したから、 2DVD が普及したから、3インターネットが普及したから、仮に見逃したとしても何らか形でどうにかして自分の意思でいつでも見ることが簡単にできると思っているからです。私たちが子どもの頃は録画機能、 DVD、インターネット、当然復旧していなかったから見逃したくない、ない一心で気持ちを込めて凝視していましたよね。わかります。そう、もうだってね、録画機能ないからその時間に合わせてなんかいろんな行動をして家に帰ったりとか、うん、そうですよ ね、遊びを途中でやめて家に戻ったりとかやりましたよね。そうですよね。キウ名古屋の皆さんはどう思いますか。では番組最後まで頑張ってくださいということです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いてですね。はい。銭形警部からですね。ありがとうございます。銭形警部さん、ありがとうございます。今週のテーマ、思い出のテレビ番組。ああ、ちょっとテーマが変わりましたね。思い出になりましたね。あ、でもいいんじゃないですか。いいですよ。いいですね。はい。いろいろありますが、私の中で思い出のテレビ番組は、アメリカ横断ウルトラクイズですね。ああ、懐かしい、うん、ウルトラクイズを意識するようになったのは、第13回大会、詳しいですね。はい。13回大会。平成元年、準決勝の戦いを見て、はい、あまりの次元の高さに衝撃を覚え、高校卒業後にウルトラクイズ出場を目指し、クイズ本や雑学本などを、はい、勉強したのですが、残念なことに、ウルトラクイズは第16回大会平成4年を最後に本放送は終了したので、大会出場ができなかった悔しい思い出がありました。今度ウルトラクイズの復活があれば上位進出を狙ってみたいですね。はい、夢のある番組をもう一度復活してほしいものです。ね、まあ、そうですよね。なんか私はいつも思うんですけど、あのウルトラクイズですごい途中のどっかの国で置いてきぼりにされるじゃないですか、はいはいはい、あの後すごいどうなるかなと思って、はい、それが小さい頃にすごいなんかすごいかわいそうでかわいそうで仕方がなかったんですけど、あのタラップに降りられないっていうのもありましたよね。ああ、なんかタラップに降りられないぐらいならいいんですけど、本当になんかすごい、なんかジャングルの中とかなんかに置いてかれてさようならってなって、で、子供心にその後どうしたらいいんだろうとか、なんかその人の気持ちになりすぎて、なんかね、考えちゃったりとかして。まあ、その辺はね、どうなったのかなぐらいで、ね、でも、はい、まあ、テレビだからね、そんな本当に置き去りにするわけないと思うんですけど、はい、そうですね、なんか小さい頃それがね、なんか。そうですね。はい。はい。はい。じゃあ、いいですか、メール。はい。はい、しまなーです。ここでしまなーさんからです。はい。3番の昔は好きな番組がありました。今から30年近くになりますかね。ポケベルが鳴らなくて、あれ違う曲違う。ああ、で曲が、わかるよ。曲が流行りましたが、流行ったな。あれは番組のタイトルと同じでしたかね。友達のお父さんと若い女の子の不倫だったのかな。とにかくハマりました。最近は、やはり、恋は続くようかな。キュンキュンでしたね。これからハマりそうな新番組、何でしょうか。真夜中は、録画を楽しみにしています。ということで、ドラマが、ね、いろいろ。最近ドラマ多いですね。ね、またちょっとドラマいろいろ話題になるようになりましたね。それよりですね、あの、この、ポケベルが鳴らなくてのこの国分マリ。あ、ごめんなさい。国竹マリ。はいはい、元気かな、はい、どうしてるかしらどうしてるんだろう。ああ、そういうことですね、はい。あの人は今って感じですよね。そうですね。うん、はい、今ちょっと、ウィキペディアでチロッと見ましたけど。あ、ね、あの、大町からもしさんがツイキャスで、はい、ところで3人はスーパームーン見ましたかということで。今日スーパームーンなの。あ、そうなんだ。あ、ごめんなさい、ね。見てなかった。いやいや、今日月綺麗だった。ああ、そうなん、うん、大きかった。ああ、うん、セーラームーンならわかる。そうだね。え、うん、月に向かってお仕置きよっていうね。なんか言いたそうだよ、ね。いやいや、お仕置きされそうだよと思って。やっぱりそうだよね。ねえ。続いてメールですけども、はい、またあれですね、卵屋さんから、はい、ね、皆さんメッセージ読んでくださいましてありがとうございます。はい、ツイキャス見れなかったからわかりませんが、マスクをしていても違和感ないよ。大丈夫。王子は必ず大丈夫。あれ
ザオジは必ず大丈夫って書いてあるの？違います。でしょう。これ今僕、私のあのコメントでございますよ。今、はい、そのメールに書いてあるのかな。だから皆さんね、三人さんとも違和感ないですよってことなんでしょうね。うん、はい、うん。はい。うん、裏添いのしんちゃんさん、はい、毎週火曜日は亡くなった親父のなんかになっています。本日は六なんかだけど抜け出してベランダで聞いてまーすということで。ありがとうございます。そうかそうか、あのあれですね。はい。なんか命日じゃないですけどなんかいろいろやるんですよね。そうですね。はい。すいませんそんな時にベランダで聞いていただきましてお恐れ入ります。はい。はい。ではでは CM です。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聞いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キウナ小屋。名古屋栄養のコーナーです。テレビの思い出ですけども、そうですね、まあ、ダンサーズの幼い頃のことになるんですけども、はい、昔のテレビってご存知ですかね、チャンネルを回すテレビ。ああ、そうそうそう。テレビ。ご存知でしょうか。今のね、若い方には何のことかよくわかんないと思うんですけど、チャンネルっていうのが、つまみがあったんですけども、これを、それをですね、ガチャ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 回るんですよ。うんうん、これが1から12と、うん、あと U っていうのがあって。U? ああ、U あった。はい、はい。ガチャガチャ回ったんですね。で、実はそのチャンネル権争いっていうのがあったんですけども、ダンサーズ、小さい頃が悪い子で、そのつまみ隠したことがあるんですね。あら、あら、うん、あれね、実は簡単に抜けるんですけども、うんうん、あれをグッと抜いて、チャンネル変えられたくなかったので、つまみをどっかに隠したって、うん。よくお母さんが、はい、何チャンネルを変えるから、はい、お母さんがつまみを抜いて、お母さんが隠すっていうのはあるんだけど。ダンサーズが。ダンサーズがやったの、それを。隠したっていうこともあります。うんうん、まあ本当そういったようなこともありましたし、うん、あとまあテレビの思い出というと、やはり昔ですけども、よくありませんでした、ザ・ベスト10とか、あ、ザ・ベストの音楽番組ありましたけども、こういったザ・ベスト10で、流れてる曲をカセットに録音するんですよ。やりましたやりました、うん、でこれをですね、例えばその、うん、ラジカセのマイクを使うので、うん、これを録音していると、うん、後ろに必ずこれ、まあ、あるあるなんですけど、必ず、
うん。喋り声が聞こえるんですよね。お母さんが話しかけてくるんですよ。うん、録音一生懸命して、カセットにしてるのに、うん、なんか、呼ばれて、うん、そうそうそう。あ、もうお母さん、声が入るみたいな、うん。その声が入ってるっていうね。そうそうそう、うん。もうね、こういったね、テレビの、うん、テレビの音を録音してたっていう。ねえ、やった、やった。ありましたね。皆さんはどうですか？あの、やっぱりあの時、何、その、ベスト10とか音楽番組が多かったかなと思って。うん、はい、なんか、そうですよね、あのトップ10とかもあったよ。トップ10もありましたね。うん、だからあの頃は本当にこう音楽番組が多くて。ねえ。うん、あの、やっぱり皆さんこうアイドル好きだったりとかね。うん。うん、それ歌も覚えることも多かったじゃないですか。うん、はい。そうそうそう。あの王子はね、昔ね、うん、このローカル番組ですけども、はい。天才クイズってありましたでしょ。あ、はい。うん、あ、あれ、ローカル番組なの？多分あれは全国ではないでしょ、うん、そうです。ごめんなさい。今話してるの、この名古屋、中部地区のローカル番組の天才クイズという番組のことですね。うん、あの、イエス・ノーのね、帽子をかぶるんですけどもね、あの、赤と白のね、クイズ番組ですね。うん、小学生のための、まあ、そういった番組がありまして、当時ね、参加したことあるんですよね。はい、出たんだ。はい、出たんですけど、はい、すごいことが起きましてね、うん、まだ1問、2問、3問目ぐらいまでかな、うん、はい。あれ全部で何問ぐらいあるの？あれ、10問ぐらいあったのかな、うん、で、最初のね、うちはですね、グループで、参加しますので、はい、相談できるんです。はい。でも、みんなとね、相談して、これはもう、イエスなら、ね、イエス、ね。っていうことで、多分赤と白、どちらか忘れちゃいましたけども、うん、はい、うん。まあ、全員が同じようなね、回答で帽子をかぶるんですけども、はい、それがね、簡単な問題だったんです。だから必ず間違えることはないような、多分ね、うん、1問目、2問目ぐらいでしたかね。は、う、い、ん。で、答えはって言って帽子をかぶるんですけども、うん、はい。その時に、はい、ね。お友達がですね、王子違うよ。王子違うよって言ったら、一人だけね、全員赤い帽子をかぶってるんで、一人だけ白い帽子をかぶったんです。え、いきなり脱落？いきなりですよ。そしたらね、司会の方がね、あらー、お一人だけ間違えちゃったねー。そこでもう終了。それですっぱ抜かれたのがね、王子でございます。あれ、なんか、その、食パンを、すごい商品ですごい量もらうんじゃなかったっけ？あれ、何もらったんですかね？そうです、そうです。提供が敷島パンだったんですよね。うん、ごめんなさいね、もうこれもローカルのパン会社なんですけど、うん、敷島パンという、うん、はい、会社で、沖縄の人は具志堅パン。ああ、そんな感じ、はいはい、そんな感じ。はい、うん、みたいな感じですね、うん。はい。まあね、王子もね、幼少の頃からね、そういうことをね、していますので、結構すっぱ抜かれて美味しいと思った経験がございます。うん、ローカル番組で思ったんですけど、お笑い漫画道場。はいはいはい、はい。あれもローカルで、うん、そこからなんか、ちょっと全国に。うん。ネット。そうですね。中京テレビ。全国の名古屋の中京テレビ初の。の全国放送、うん。になりましたよね。なりました。日テレ系でも。うん、で、ね、沖縄でも少しやってた番組です。ねえ。はい。RBC で少し流れてた番組なんですよ。うん。はい。あれが好きだったんです、うん、私は。はい。富永先生と鈴木先生のあの対決みたいなのが好きで。うん、いや、王子はね、川島奈美さんがね、大好きでしたね。おまけのコーナーの方。うん、あれ、おまけのコーナー、あれ出てなかったですか？絵描くときには出てなかったのかな？絵描くとき出てたっけ？あ、出てましたね、うん、はい。おまけのコーナーには出てなかった？どうだったかな？なんかでもね、その川島奈美さんのこうなんか可愛らしいね、うん、でそこからもう女優さんになられてね、ちょっと妖艶な感じでね、もう、うん、ね、お笑い漫画に出てたことはなんか、うん、まだ大学生だったんじゃないかな、はい、ツイキャスですけども、浦添のしんちゃん、はい、トムとジェリー見てたんだと、あ、これはもしかして、FEN のですかね、テレビの方、うん、うん、これ実は名古屋でも再放送ぐらいまで中身やってましたので。ああ、うん。今ね、卵屋さんからメールが来てね。はい。天才クイズ。はい。私も、息子も、親子とも出場しました。あら。それだけ長くやっていたご長寿番組でした、ということで。はい。で、すごい。あとですね、うん、泉佐野の特急サザンさん、うん、映りが悪くなったらテレビの角を叩く。あ、これね、ありですね。あ、そうそう。え、本当にそれは聞くの？
うん、映る時もありますね。ありますあります。ありますね。うん、で、あと、おっぱいは才能クビレアドルクさん。うん。テレビの思い出、8では全集合。いやー。ねえ、もう。志村けんさん。ほんとですよ。ね、残念なね。ねなんか、それこそ、なんだろう、自分たちの時は、その、全集合と、その後、ひょうきん族、うんぐらい、うん、ね、うん、ねよく見てましたね。その辺がねやっぱり、はい、当時ね G メンも見てたよ。G メンは大人の時間だから見せてもらえなかったよ。本当、はい。ウィークエンダーも見てました。そうだね。ちょっとそうだね。子供は寝る時間だよ。はい、ということで、はい、名古屋栄養のコーナーでした。はい、はい、テレビの思い出でした。はい、はい、メールに戻ります。はい、ラジオネーム、フルムン新一さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、テレビ。僕の事務所にはブラウン管テレビがありますが、ここ5年ほど通電していません。はい、いつか地デジ対応にしたいと思いながらそのままになってしまいました。はい、テレビ再生の良い方法があれば教えてもらえるとありがたいです。このご時世ですがご自愛ください。ということで。ありがとうございます。ありがとうございます。うちまだブラウン管テレビありますね。うん、何テレビ再生の良い方法っていうのは再生、全く映んないんですか？ねえ、ねえ、5年ほど通電していませんってことは、はい、うん、多分電源を入れてないだけなのかな、映らないとかじゃなくて、あ、映るものでしたら映せる方法もありますよ、ありますよ、はい、方法はありますので、うん、また今度これは直接お話したいなと思います。ここでは言えない。言えないと、ちょっと話が長くなる。話が長くなるだけで、ね、いや、なんか、はい、なんか、秘密の方法があるのかなと思って。いや、もう、あ、なんやかんや、ね、今。なんやかんや。はい。うん、はい、そっかそっか。ということでですね。はい、ということでですね、はい、もうエンディング？エンディングですね。はい。はい、早いなじゃあ、来週のテーマ発表してください。ドリンク。まだ早いし。来週のテーマはドリンク。飲み物。飲み物。お酒はやめてね。やめてね。やめてね。来週のテーマはドリンク、飲み物、飲み物です。ただし、お酒を除いた飲み物でお願いします。はい。ということで。はい。この番組は、陸上海上輸送を一貫サポート。東海協和個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル A と名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい。はい、もうこんなご時世ですけどね。はい、皆様、ね、気をつけてお過ごしください。そうですね。皆さん乗り切るように、はいはい、手洗い、うがい。はい。ね。はい。もうこれは徹底しましょう。はい、ですね、はい。はい。ということで。はい。はい。今週もありがとうございました。ではまた来週元気にお会いしましょう。閉店ガラガラ。ガラガラ。はい、今週もありがとうございました。ありがとうございます。浦添のしーちゃんさん、 11PM も好きで見てたなあの王子ね、はい、ウィークエンダーも好きだったよ。ウィークエンダー好きでした。チグナスさんが、今夜のテーマテレビということなんですけど、8時台全員集合、加藤ちゃんケンちゃんご機嫌テレビ見てましたねということで、はい、はい、じゃあ、はい、はい、終了です。あ、もう早い。